大熊座入星は、大熊座の恒星で三等星。K 型スペクトルの巨星で、地球からは3.49等と三等星と四等星の境の明るさで見える。1億年ほど前に、スペクトル型 B5 の主系列星として生まれ、500万年ほどで水素核融合を終えたとみられる。地球からは7.4秒の位置に見える太陽によく似た G 型主系列星の番星を持っている。 主星と万星は少なくとも950 a u 離れており、12000年以上かけて周回している。型た有名のあるラボレアリスは、アラビア語で、一番目の足跡を意味するある、カフザあるユーエレという言葉に由来する。これは、もともと、乳星と腐い星,星のペアに付けられていた名前で、イオタ星とカッパ星のペア、ラムダ星とミュウ星のペアと共に、 ガゼルの足跡という意味のコホザートアルジーベというアラビアのアステリズムの一部であった。入星にはラテン語で北を意味するボリアレスが臭い星には南を意味するオーストラリスが付けられている。2016年7月20日、国際天文学連合の構成の固有名に関するワーキンググループはアルラボリアレスをオーグマザ入星の固有名として正式に承認した。 ありがとうございます。